緊急の愛称で親しまれた相川さんはテレビ東京の情報バラエティ番組出没アドマチック天国の司会を20年にわたり務め、お待たさんでしたという名台詞でお茶の間の人気を集めました。去年9月には世界最高齢の情報番組の司会者としてギネス世界記録に認定されていました。私はアドマチック天国で10年間一緒に仕事をさせていただきましたけれども、相川さんが担当する番組って本当に長寿番組になるんですよね。ですからお休みする機会が全くなかったと思いますので、やっとゆっくりできる時が来たのかなと思っております。相川さん本当にお疲れ様です。